Hello， 大家好，我是马神。咁今日咧就同大家讲下 SD 金能激斗同盟入面 Gundam Double Riser 设计图系点样攞嘅。咁喺开始之前咧，就麻烦大家俾个 like 同埋订阅马神支持下啦。咁第一个00设计图咧会出现喺关卡2B 入面，混战模式 Hard 难度。任务资讯咧会显示权天使会出现喺呢个关卡，大家只需要揾到权天使击败佢就可以噶啦。跟手大家只需要跟住我呢条路线咧，就可以快速揾到权天使嘅位置啦。今回私たちはその発生度じゃないの。久々に正式な舞台まで呼ばれた気がする。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。アマダ将尉、敵前逃亡は中殺じゃ。逃げるつもりはない。愛、それがこの愚劣な戦争での。咁第二张00设计图咧就会出现喺关卡6B 破屎 normal 难度就可以噶啦。一样啦，我哋都要喺任务入面顺利揾到权天使，然后将佢击败，先至可以获得00最后一张设计图。今次嘅地图有啲大啊，大家可以跟住个路线就可以快速揾到权天使嘅所在地啦。顺利的话就可以集齐所需嘅设计图，解锁机体 Double Riser。ブレイク現象確認。アフターコロニー時代の無人機モビ、あれ、デスアーミーだ。未来世紀の敵、出ろー。ガン、やっと見つけた。ゴッドガンダム、この人がドモン君だよ姉さん。噂のガンダムファイターね。そこのお前、この男に見覚えはないか。写真データが送られてきた。この人って東方腐敗マスターアジア、正面上空、あれが機動要塞メサイアなのね。おお、妙竹林なガンダムさんだこって。誰、それにガンダムなの。咁今集嘅内容咧就到呢度为止啦，希望帮到大家啦。我系马神，我哋下条片再见，系咁先，拜拜。